お試合に先立ちまして選手権保持者アジャコング選手よりチャンピオンベルトの返還でございます。取れると思うなら取ってみろこら。本日の名イベント 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者180パウンス堀田由美子。赤コーナー選手権保持者230パウンス、アジャコング。レフェリー村山大地。さあ、王国王者伝説94、いよいよファイナルを迎えます。 3WA 世界シングル選手権試合60分一本勝負、選手権者アジャコング対挑戦者堀田由美子のシングルマッチです。いよいよやってまいりました。リング上ご覧のように両者ともシンクのコスチューム。いやー、張り手張り手、そしてパンチパンチ、顔面にハイテンションです。試合開始早々からハイテンションになってきました。小径な小径か、あるいは突っ張りか、眠りが入れないとなってた。いやー、左入った村山大地までも、いやこれ回転数ですね。いやこのままでは危ないと判断。おお、もう出ましたね。早くも一発ここで出しましたが、おっと顔面にキック、堀田由美子のお株を奪う顔面へのデンジャラスキック。いきなり場外だ、いきなり場外。さあ、アジャの心中はいかに。そうはね、試合も直前までかなりこうヒートアップしていたアジャコングですが、あ、本部席、本部席、いきなり行った。どっか行っちゃってますね、なんかもう。いや、そして休む間もなくリング内。割とアジャコムも割と何でもできる方ですけども、今日はこのスタイルなんじゃないですか。いや、それにしてもなんか怒ってますね、今日本当に。でも、いつもよりはアジャコムやりづらいと思いますよ。そうですか。はい、それとこの辺りが体重がある選手だから、乗ったら、はい、相手がね、はい、どっちかというと軽い選手の方が、はい、自分やる分にはすごいやりやすくて、相手の方にスタミナ全部。そうですよね、はい。まあ、それにしても堀田のこの体格も見事なもんですよね、はい、ここへ来てまた。でも黙ってないですよね。堀田もいよいよこれまではなすすべがなかった堀田ですが、裏剣、あ、裏剣ガードしました。パンチいった、カットしましたね今ね。殴り合い、殴り合い、まるで北斗対カンドリを見ているような。ちょっと怒った、挑戦者、あの選手が恐ろしい試合になった。アジャコング、力を見せた顔面、これどっちですか、全ては攻めたのは。エルボー、完全にストリートファイトになった。
アイダが口切れてますね。口切れてますね今ね、あの唾吐いた時真っ赤だった、ね、あー取れたんじゃないですかこれ。これはすごい、すごい試合になりましたね。もう両者感情むき出しですよ。やはり先日の後楽園ホールでどっちですか、血すごい出てますけど、後楽園ホールでアジャの口ですかね、あ、ホッタンの手も切れてるんじゃないですか。手がすごい、手がすごいですね、小指のあたり切れてますね、切れてますね。うわー、予期せぬ流血戦になった。スイナブレシングルマッチ、指の間ですか、指の間だったんですかね。よもやの流血戦どうでした、アジャ対ホッタという組み合わせでこんな壮絶な、いいね、打撃戦じゃないですか、こんな試合になると、ああ、もう技も減ったくらいもないですね、これ。やはりあのアジャが堀田にピラミッドドローが完全にホールを取られたのがね、かなり本人のプライド傷つけたようですけれども、どっちが一番、2人の間ね、どっちが一番タフかっていうのを比べ合ってるっていうか、はい、だからなおさら顔を当てに来るしね。あーちょっとすごい、何かが見ているだけでも目を追いたくなるようなシーン。ダウン取った方がいいですよ、ダウン取った方がいいですか、完全にノックアウト、ホッタ軽いステップワークを踏む、ホッタ危ない危ない、もうやめてくれと言いたいが、後ろから来ますね、アジャコングがやるし、容赦ない顔面へのキック、ホッタ恐るべし、まあ、この今日はまだ技という技というのはこのファイルドライバーしか見てないですけどね、両者とも技とかあんまり関係ないんじゃないですか、関係ないですよね、この試合ね、どっちが打ち勝つかじゃないですか、すごい、両者とも、ホールに行かせませんよ、アジャは、うん、それでもリスニングやってますよね、あ、ホッタ、ホッタ、ホッタ、この、すごいです、先ほどのジャーバすごいですよ、結構斜めにグローブとかそういうので切ったんですけど、そうですね、ダージャーは口が切れてる、ダージャーはケーブルとかでも切れますしね、前回戦で多分切ってしまって、石のやっぱ角とか、あ、本当はそういうとき血が出やすいところだから止まらないですね、あと、そのノーガードのとき結構やってました、手を押さえといてガードできないようにして、ええ、こんなのありかという、でもレフリーもダウンカウントとか取った方がいいですよ、これ危険ですよね、ええ、だってノックアウトってありですよやっぱり、いやー、よもやの喧嘩マッチになった 3WAマッチっていうよりもこれは格闘技戦っぽいんじゃないですか、うん、さあ円陣切りからダイビングにいるキック、今ドンピシャでしたね、ドンピシャでしたよね、速攻部、あ、カウント2も入れさせませんよ、よっぽどあの 1.3 後楽園ホールでのホール、うん、また答えているのか、アジャコング、こんな戦い方できるかっていうような、うん、まあいつもですと東京とこのリング前、あの試合前の挨拶なんかはね、こう語っていくアジャなんですけれども、今日はもうでも面白いですね、あらわにしてましたからね、だからアジャって割と百面相みたいなのがあるんじゃないですか、うん、今日のアジャはいつものアジャとはちょっと違います、あれがアジャじゃないですか、ちょっとね近寄りがたいようなね、ええ、引き迫る雰囲気、ホッタ、ホッ
今まではこのどちらかというと CWA のもうね、どっかりとこう腰を据えつけてね、どっからでもかかってきなさいよというそういうスタンスでいたわけですけれども、よもやの3カウントを聞いた 1.3 後楽園ホール、ちょっとアジャの形相が変わってきました。94年、おっとほっとけばバタン、さあその完全無欠アジャのこの 3WA のタイトルを奪うのはこの堀田由美子なのか。すごいですね、血が、うん、すごい容赦ない世界の蹴り、いやリング上は両者のコスチューム、そして両者から滴り落ちる鮮血でまさに真っ赤です。真っ赤に燃えている、そんな感じがいたします。今日のメインイベント、リング中央でドラゴンスイーパーアジャコング、ここまでスタミナの消耗度はどうか。アジャこれ顔腫れてるような感じしますね。顔面かなりキックもらってますんで、あと小手たくさん腫れましたか、はい、目の周りとか腫れたらちょっとね、ちょっと見えなくなってきちゃうんじゃないですか。いやいやか、ちょっとこの血がすごいですね、止まんないんですね、かえって体が温まっちゃってるから、動いてるし、はい、横にすごいと多分見えないと、あ、本当だ、ホッタの左手、指とか切れるとこうやって腕上げてくださいって言うじゃないですか、すごいですね、ホッタの左手、壮惨な血が滴り落ちています。そしてその血がキャンバスにポタリポタリと落ちていき、どうやらアジャが自分のペースに持っていこうかという、すごいボタン、スタイラースマジのバリのクラッシュだ、あんなに重い方ったおって感じですよね。赤コーナー釘付けのホッタ、たっぷり助走をつけた、リングずれた、リングがまたしてもずれましたよ。見ました、今アジャが体当たりした瞬間に手の血がバーッとこんなに出てる、あんまり出血量が多いとね、これは、まあ、レフリーストップということもね考えられますから、そのあたりが心配なんですけれども、いや非常なまでにその傷口を広げていこうというのがアジャコング、ちょっと見ていられない、ちょっと見ていられない、いや非常なまでのアジャの攻め、取ったの左手をむしり取った、これは、いや何かこのシーク対テリーバンク見てるみたいな、ブッチャー対テリーバンク見てるみたいな、タイム入れましたよ、まあこれはね、アクシデントですからね、血の量がすごすぎますから、今ドクターが入って傷口を見ます、やっぱりバンテージをずっと止めるしかないですね、応急処置を取っていますが、うわすごいですばっくり、もう親指つけたのか本人が、本当にこのままでやるのかこれ、バンテージを、お互いかるいかる、応急処置を取ったバンテージを自ら、しかしこれ危険ですよね、いや熱くなるのは分かるんですけれども、アジャの脅迫に乗ってはいけない、ホッタ引退までやるつもりですね、2人なんか、もう手が向かってきますからね、ものすごい喧嘩マッチ、いやその痛々しい左手を自ら差し出していったホッタ、ちょっと見ていられない、ボ
攻撃で下取り落ちる血を見るようだ。すごい、すごい新案が、すごい光景が今リング上で繰り広げられています。ここまでしても勝負に徹するか。やはり厳しい 3WA のタイトル。壮絶な試合になってきました。まさに血塗られたタイトルマッチとなってしまいました。今日のメインイベント 3WA 世界シングルマッチ、挑戦者堀田由美子、思わぬアクシデントに苦境に抱えているが、今度はまた傷口を開いている。モンドに打って、いや危ない危ない、フレームライチが止めるが、いやこれは熱くなってますよ。これは反則となりますよ。あー危ない危ない、あー危ない、いやレフリーもねこれやめさせないと。どうでしょう、大事にも至りかねます。この堀田の出血、痛めているところをね非常にも攻めていく。これはまあレスラーとしては勝負に徹するものの、内に噛みついていったアジャコング。15分経過。さあ堀田が、あこれはカリビアンスプラッシュに持っていきたかったんですけどね。あまだ頑張ります堀田。蹴りを一発入れた。いくんですか、いきますかね。腕を固めている。カリビアンスプラッシュ、体重がありますが投げる、スプラッシュ高角度、アジャコング100キロと体重が上がった。執念としか言いようがありません。回転がね小さかった分頭から落ちてきましたね。さあ殺人フルコースか、未だ勝って破られていないピラミッドドライバー。しかし、すごいキック、アジャコングがモンドに打った。アジャ顔面から血が出ましたか。そしてニールキック、アジャの顔がぬるんできた。カウント2、今軽く脳震盪起こしてんじゃないですかね。今日の乗ったの蹴りは本当的確に決まってますね。すごいね。あピラミッドドライバーコーグル、この技で1月3日後楽園ホール、アジャコングから渾身のボールを奪っている。あー水車の勝ち、カウント、ちょっと言葉を失っている南選手ですが、どうですか中盤。ピザホットに勝ってもらいたいんですけど、出血を押してトップロープ最上段から、いやアジャもねよく見てますね、一発目は決まったんですけど二発目はもらえませんね。高角度バックアップ、この技にはアジャ自信持ってますからね。お投げバックドロップカウント2、熱戦というか死闘ですよね、もう本当に死闘決闘。おおすごい、いや平手って感じですね、本当すごい。北斗ハンドリ戦をも超えるかのような死闘、そして決闘になっています。カウント終わりなき戦いになってきたのか。それでも叩きのめすっていうよりは最初はそうだったんだけど、やっぱりフォールを取る大技になってきましたね展開。あれ、あれ
裏剣、裏剣気味に、裏剣じゃないですよ、裏剣打つみたいな感じですよ。今のはすごかった。後楽園ホールでもこの技でなんか裏の裏って感じですね、裏のエルボーで勝つを見出して呼び出した、そのまま対応を見せていった、ダブルナックアウト状態、ダブルナックダウン状態、壮絶極まりない、壮絶を極める決闘になってまいりました。場内は圧倒的にホッタコール優勢か、ホッタコールに後押しだ、あっそっから来た、ノーガードもろに食ってしまった裏剣、また少し出てきましたね血が、いやあまずいぞまずいぞ、これはツーシャウトツーシャウトしか、ああ裏剣だ、幾度となくこの技で 3WA を防衛してきた、おお WA に入って、何をやった何を、スイッチャー落とし、この技でダイナマイト関西を破っていました関西、でも壮絶な試合だったですね、19分43秒、20分近い死闘のピリオドは水車落としからすかさずパックユー